ちょっと残念だったんですけど、まあそれでも前に出ようと思って、スタートジャストできるので頑張ってました。スタートはまあ、風が足らずで、スタートちゃんと切れずに切れずにスタートしたんですけど、風がちょうど来たんで逆に良かったのかな。いやずっとその風下側で漕いでたので、もう本当ヒヤヒヤの僕も漕がないとやられちゃうし、まあ、走ったもん勝ちのレースだったので、まあ、とにかく風上のブローを、まあ、ほんでかすかに来るブローを感じながら、まあ、ここぞっていうタイミングでアンピングしようと。下にいてしまったのはちょっと範囲かなっていうのは